するるるイイララストレーションのの用法である製図やダイアグラムの構成要素ともなる一般的に何らかの情報を視覚的な経路により人間の受け手に効果的に伝達する表現力あるイメージを作り出すことを目的とする。ビオラによれば技術的な知識のない人でもアートの部分ではっきりと理解できるように説明的なテクニックがしばしば導入されている。 線幅を変化させて、質量を、近接度を、及びスケールを強調すること、クロスハッチング、スキプル、および他の抽象化技法は、主題に対してより深くなおかつ次元を与えたと、述べている。概して、テクニカルイラストレーションは、技術的知識を持たない受け手を対象に主題を、描出し説明する必要がある。従って、四角イメージは、 大きさや比率に関しては正確でなくてはならず、受け手の興味と理解を引き出すために、対象物が何であるか、何をしているかの全体的な印象を提供するもので、ある必要がある。投資図法で描かれた小さなキッチンエンジンを描いた標準的な線によるイラストレーション。投資図法と線描技術の実践例教では、テクニカルイラストレーションは、 コミュニケーションの種類によって3つに分類される一般人対象のコミュニケーション自動車や家電製品などに見られる図解入りの取扱説明書のように一般大衆に情報を伝える。このタイプのテクニカルイラストレーションは一般人にも理解できる単純な用語と記号を用いる工学、科学の専門的なコミュニケーション技術者、科学者が同業者に使用などを伝える。 この用法では独自の複雑な用語と専門的な記号が用いられる。例としては原子力、航空宇宙、軍事などの領域がある。機械、電気、建築から工学、その他様々な分野へとさらに細分化される。高い技術を持つ専門家同士のコミュニケーション技術者がその分野について高い技術を持つが技術者ではない人に情報を伝える。利用者。 オペレーター向けのドキュメンテーションに見られるイラストレーションがその例である。このタイプのイラストレーションは非常に複雑で数値制御の機械を操作するための教材に用いられる。イラストレーションなどに見られるように一般人には理解できない用語や記号が用いられる。テクニカルコミュニケーションで用いられる図の主な種類には次のものがある。テクニカルイラストレーションには軸足投影法と呼ばれる。 様々な基本的な機械製図法が用いられる。作図には紙に書く、製図用具のほか、コンピュータのドローソフトや写真トレースなどの手法も用いられる。カナダドルなどを使用したテクニカルイラストレーションでは平面への投影だけではなく、ホログラフィーや立体紙のような立体的な映像出力や 3D プリンターなどによるラピッドプロトタイピングのような実体の出力も用いられる。 ナッシュ600、1940年代のアメリカ社の断面図面詳細は、切り抜き図を、参照切り抜き図は3次元モデルの表面の一部が、その外部との関係で、モデルの内部を示すために一部を除去して表された技術的な説明図。切り抜かれた図面の目的は、観察者が他の個体の不透明な物体を見ることを可能にすることである。内側の物体を、 周囲の表面に照らす代わりに、外側の物体の部分を単に取り除くだけで、物体の一部切り取りや、それを部分的にスライスしたりして表している。切り取り図は、空間的な順序付けに関する曖昧さを避け、物体の前景と背景に鮮明なコントラストを与え、空間的な順序付けをよく理解させうる。ドラムセットのイラストレーション。ありがとうございます。